コンフォメーション変化は、タンパク質複合体の動きを誘発する。微小管の上を歩くキネシンは、ナノスケールのタンパク質、ドメイン動力学を利用した分子生物学的機械である。生科学の分野では、コンフォメーション変化、または立体配座変化とは、高分子の形状が変化することであり、多くの場合、環境要因によって引き起こされる。高分子は、通常、 柔軟性があり動的なものである。それは環境の変化やその他の要因に応じて形状を変化させることができ、可能な各形状をコンフォーメーションと呼び、それらの間の移行をコンフォーメーション変化と呼ぶ。このような変化を引き起こす要因には、温度、pH、電圧、発色弾の光、イオン濃度、リン酸化、リガンドの結合が挙げられる。これらの状態間のセミは、 様々な長さスケールや時間スケールで起こり、アロステリックシグナル伝達や酵素触媒作用などの機能的に重要な現象と関連づけられている。高分子のコンフォメーション変化を調べるために、結晶学、NMR、スピンラベルを用いた、電子つね自性共鳴、円変更二色性、水素交換、フレットなど多くの生物物理学的技術を用いることができる。 二重変更感情報は生体分子のコンフォメーション変化を高解像度でリアルタイムに測定できる機上機器技術である。近年第二次高超波発生と呼ばれる特殊な非線形光学技術がタンパク質のコンフォメーション変化の研究に応用されている。この方法では変異誘発や皮膚意特異的な付着によってタンパク質内で運動が生じる部位に 第二次高超波活性プローブを配置し、タンパク質を表面に吸着、または特異的に固定化することができる。タンパク質のコンフォメーションが変化すると、表面平面に対する色素の相対的な配光が変化し、二次高超波構成の強度が変化する。配光が明確なタンパク質サンプルでは、プローブの傾斜角を実空間で、リアルタイムに定量的な測定ができる。 また、二次高超波活性を持つ非天然アミノ酸もプローブとして使用できる。また、短い DNA 分子の上にタンパク質を配置し、交流電位を印加することで干渉液中を移動させる電気栄動バイオサーフェスという別の方法もある。最終的に流体力学的摩擦に依存する速度を測定することでコンフォーメーション変化を可視化できる。 コンフォーメーション変化は次の場合に重要である。ありがとうございます。